風紀委員の取り締まりのせいか最近いい写真が全然撮れないし、そもそもネタが浮かんでこない。これは本当にまずいわ。はあ、何かいい情報とか転がってないかな。お、これ前にテレビで特集された美味しいアンパンのお店じゃない。いいな、都会に行ったら買いに行きたいわ。あれ、今度風美にもお店を出すの？というかもうできてるじゃない。行きたい。でも全然記事進んでないし、記事アンパン、記事アンパン。というわけで一緒に行くわよ。いいじゃない、付き合ってくれたって。あんたがいた方が現実からも目が背けられるし、もちろん記事のことも考えてるわよ。でもジャーナリストだって息抜きは必要なの。それに今はアンパンのことで頭がいっぱいになって集中できないし、これはもう食べて解決するしかないの。やっぱりテレビ出ただけあって繁盛してるわね。とりあえずメニューを片っ端から頼みましょうか。つぶあんとこしあんとこのプレミアムあんパン。あんたは一個だけでいいの？朝食なのね。まあいいわ、早く食べましょう。ここのは出来たてが売りなんだから。あーうん、うん、なにこれ、甘い。つぶもプチプチしてるし、こんなに美味しいの初めて食べたわ。次はこしあん。あお、こっちもいけるわね。あ、思いついた。記事のネタよ。このお店の食レポを載せればいいのよ。よし、そうと決まれば。転校生、まだ余裕ある？その、なんていうか口の中が甘くなりすぎちゃって、今このプレミアムアンパンを食べても味がよくわからなくなりそう。だからさ、あんたがこれ食べて私に魅力を伝えてよ。それを記事にするからさ。ほら、だからあげる。うん、いいわよ、私も食べたいけど。学園まで持って帰ったら出来たての味じゃなくなっちゃうでしょ。だから食べちゃって今すぐに。うーん、やっぱり半分だけにしなさい。半分は私が